夏休みのね、最後の最後の試合、今日はイベント盛りだくさんですが、なんといってもこの2日間は北海道日本ハムファイターズからあの2人が来てくれています。早速ね、この時間を使って皆さんにご紹介をしたいと思います。では北海道日本ハムファイターズからビビーポリーステージへどうぞ。はい、元気よくね、懐かしの音楽に合わせて更新できてくれました。あ、すいません、まだ帰らないでポリーちゃん、帰らないで帰らないで。さあ、このステージはね、BB とポリーちゃんのご紹介ステージということなんだけれども、もちろんね、BB はマリンズファンの皆さん、 QVC マリンフィット何度も来てくれてるのでよくご存知かと思うんですが、今回ポリーちゃん初めて来てくれたんだよね。あ、ちょっと恥ずかしいの、よろしくね。みんな待ってたのよ、ポリーちゃん来てくれるの、よろしく。まあそれではね、ちょっと2人にいろいろお話を聞いていきたいんだけど、どうかな、2人とも千葉にさ来てみて、千葉ってなんかどんな印象とかある？あ、なまら暑い。そっか、札幌は涼しいの？涼しい。ガバイガバイガバイって北海道の言葉、北海道の言葉。暑すぎ。そっか、千葉とっても暑いよね。でもさ、なんか2人が来るタイミングに合わせてまた暑くなっちゃった感じがするよね。ここ最近ちょっと涼しかったのよ。そうなの、そうなのよ。あ、そういえばさ、 BB 今年のオールスターゲームね、札幌ドームで開催されて、お姉さんもねお邪魔したんです。呼んでくれてどうもありがとうね。とってもね、オールスターゲーム楽しかった。ポリちゃんもありがとうね。なんかこうオールスターの思い出とかあるかしら。あら、大変お世話になりましたと。そんなことね、そんなことありません。ちょっと2人ともそんなことありません。こちらこそ、あの北海道にお招きいただいて、お姉さん初北海道だったんです、ありがとうね。とんでもない、もう2人ともね、あのホストチームということで、もう12球団のキャラクターみんな自由じゃない。だからとっても苦労したこと多かったと思うんだけど、なんか思い出とかってある？ポリちゃんは初めて12球団のマスコットのみんなに会ったんだもんね。何か思い出ありますか？この中でオールスター行ったよって方いらっしゃいますか？あ、手が上がってる。あ、ありがとうございます。じゃあ今日北海道から来たよって方はいらっしゃいますか？あ、ありがとうございます。北海道からのお客さんもね、いっぱいいらっしゃいますね。さあ、2人にはちょっとオールスターの思い出を聞きたいんだけど、言うこと聞かないキャラが約2名と。なんだかわかります。あ、これはもうこの歩き方は、そうよね、あの青い人だよね。そうだよね。もう一人は、もう一人、あ、そうよね、あの東京の方の人だよね。そうだよね。その二人が言うこと聞かなかった、ちょっと大変だったよね。あ、ランキング楽しかった。そうだよね、外のステージでね、あの格付けをしたんだよね。女の子のね、キャラクターチームのみんなが男子マスコットをあのテーマに合わせて、例えば私服がおしゃれそうとかね、無人島に行くなら誰と行きたいかなんていうね、いろんなお題で格付けをしてランキングを決めたんだけど、BB7 位だったのか。そっかそっか、そんなこともあったよね。あの詳しくあの動画サイトでここご覧いただければいいかと思うんですけども。さあ、今日は、この QVC マリンフィールド、もちろん2人にもね、いっぱい登場してもらおうと思ってます。このレジェンドのね、ユニフォームで一緒に試合を戦っていきますよ。とても似合ってるね、2人ともね。あ、なになに、マー君のレジェンドユニはベルトの位置が低すぎると思う。そうね、もっとビシッと着こなしてほしいわよね。後で教えてあげてくれる、着こなし、よろしくね。さあ、ポリちゃんはガバイ使うのね、随分ね。さあ、ということで今日はね、試合終了後キャラクターバラエティステージがありますので、そこでもね、マー君ファミリーとたっぷり楽しいステージお届けしますので、BB ポリちゃん、この2日間どうぞよろしくお願いします。はい、深々とお辞儀をしてくれました。じゃあね、この後もステージまだまだ続きますので、BB とポリちゃんは試合中とかね、グラウンドにも出てきてくれると思うし、グリーティングもねしてくれるのかな。皆さん楽しみにしていてください。では BB とポリちゃんご紹介ステージでした。どうもありがとう。試合終了後ゆっくりお話しようね。ありがとう、またね。はい、 BB とポリちゃんどうもありがとう。この2日間ね、一緒に